少しお待ちください。はい、分かりました。こんにちは。こんにちは。じゃあ、お名前を聞かせてください。ショーン・ウィリアム・コモン。ショーン・ウィリアム・コモンさんね。ショーンさんね、幼稚園でしたか、保育園でしたか。幼稚園。幼稚園。じゃあ、幼稚園の名前言えますか。目黒サレジオ幼稚園。目黒サレジオ幼稚園ね。あ、よく言えたね。じゃあ、目黒サレジオ幼稚園では何組でしたか。5組。5組の先生のお名前は。斎場先生。斎場先生。小学校に入ったら楽しみにしていることって何ですか。何でも。何でも楽しみ。お勉強。遊ぶこと。全部。全部。あ、そうか。楽しみにしてね。両手を出して。幼稚園でもやってると思うけど、ね、グーチョキ。あ、やった。体操で。うん、グーチョキパー。これ2回やって。グー、あ、グー、チョキパー。僕の仕事はあのラジオのアナウンサーです。あのインター FM。はいはい。どんじゃげて。インター FM。僕もそう。東京ディズニーのアナウンサー。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Tokyo Disneyland. そうなんですか。だけど日本語少し。すいません。私もイングリッシュ、リル。一緒に勉強しましょう。はい。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。